ようやく新たな新型空中給油機 KC-46A が美保基地へ配備されました。今回は KC-46A 空中給油機を詳しく見ていきますね。遅れての到着にもまだ機体自体に問題もあり、今後の任務にも支障が出てきます。F-35 戦闘機を導入している日本は、空中給油機は必ず必要になってきますよね。KC-46A は、オスプレイにも給油できる薄、さすが新型の空中給油機です。中ロの脅威が増している中、装備を急ピッチで導入しています。航空自衛隊が新規で調達を進めていたアメリカボーイング社の KC-46A 空中給油機だが、新型コロナウイルスの世界的な流行りの余波を受けて、当初予定されていた2021年6月の最初の納入がこれまで延期されていた。航空自衛隊で派 KC-46A 空中給油機の配備先を鳥取県の米子市に位置する美保基地とすることを決めていたが、このほど、米子市の地域振興課から、2021年10月29日に記念すべき初号機が納入されるとの発表がなされた。その中では、具体的な KC-46A 空中給油機の初号機の到着時間までは明かされていないが、到着日である29日に、これを記念した飛行が行われ、同時に防衛省、中国市、国防衛局の職員が、騒音の測定を行う予定だとされている。KC-46A 空中給油機について、航空自衛隊は、これまでに、合計で、6機の調達を行う方向を打ち出しており、今回初めて到着する初号機は、2017年12月に、ボーイング社に発注された初回分の2機のうちの1機とされている。航空自衛隊では、この KC-46A 空中給油機の導入に際し、すでに同機を先行して、運用中のアメリカ本国のオクラホマ州のアルタス空軍基地に、合計12名から、なる航空自衛隊員を派遣して、2021年6月までに延べ、3ヶ月に及ぶ訓練を終了させていた。これらの12名の航空自衛隊員は、KC-46A 空中給油機の配備先となる美保基地に編成された第405飛行隊のメンバーらで構成されており、6名の操縦士と6名の乗務員とが選抜されて、アメリカ空軍の要員と同様の訓練を受けている。訓練は、座学による講義を受講した後、シミュレーターを用いた訓練を経て、最終的に、実際の KC-46A 空中給油機に乗り込んでの8回の飛行と並行して、アメリカ空軍の教官による審査を受け、運用技術を習得したとされる。アメリカ空軍では、2021年10月時点で、最大で179機のボーイング社からの KC-46A 空中給油機の調達が計画されており、航空自衛隊が6機であることと比較すれば、いかに、同空軍が、大規模な組織であるかを思い知らされる。ボーイング社の KC-46A 空中給油機は、同社の民間向けの旅客機である、ボーイング767をベースに開発された、軍用の空中給油、及び、輸送機であり、アメリカ空軍でも、2019年1月から、導入が開始された、比較的新しい機体である。KC-46A 空中給油機は、全長 50.44m、全幅 47.57m、全高 16.10m、最高速度マッハ 0.86、搭載可能な最大の燃料の量は 96,265kg だと、ボーイング社が公表しており、愛称はペガサスだ。ボーイング社で派 KC-46A 空中給油機の最大の特徴と利点として、第一に、比類なき共通性の高さ。第二に、大型の空中給油、及び、
輸送機では実現できない絶妙に、運用に適した機体サイズであることを前面に打ち出している。第一に挙げている共通性とは、ベースとなった、ボーイング767旅客機が、全世界70カ国以上で、1060機以上も採用されており、民間、軍を問わず、すでに、配置済みの支援システムや、部品類の供給、メンテナンス設備の共有が可能だという。ことに日本に向けた日本語のホームページ上では、アメリカ空軍の航空機ジュアブラ形式に適合している点が強調されており、航空自衛隊も保有する F-15 自衛、イーグル等の戦闘機に対して、確実な給油が実現できることを訴求している。第2に挙げている運用に適した機体サイズとは、日本国内での運用時、小規模な飛行場への離着陸も可能であり、離島等の飛行場でも運用ができる点が強調されており、災害の多い日本に最適な大きさであると述べている。これまでに、すでに2021年8月には、今回日本にやってくる KC-46A 空中給油機の初号機が、アメリカ空軍の同機との相互の搭載燃料の移送に成功したとの発表も、ボーイング社は言っており、事前準備は、整っていたと受け取れる。前述のように、航空自衛隊で派遣 C-46A 空中給油機を、合計で6機、防衛予算上の内訳としては2017年度1機、2018年度1機、2020年度4機の調達計画を進めており、今回の初号機は、最初の2017年度分の1機に相当するのだろう。ここまでの内容を見ていると、航空自衛隊の KC-46A 空中給油機の調達には、何らの問題はないように感じられたかもしれないが、実は先行して導入しているアメリカでは、同機の深刻な欠陥が指摘され、問題となっている。KC-46A 空中給油機には、ボーイング社が開発した空中給油方式である、フライングブームを採用しているが、これは、ステルス機への空中給油に向けて開発された方式なのだが、これまでのところ、完全な状態に至っていない。フライングブーム波形 C-46A 空中給油機の後方に、給油対象の航空機を置き、そこにパイプラインを伸ばして接続することで、給油を行う方式で、従来のプローブ&ドローグ方式と比較して優れた方式として採用されたものだ。フライングブーム方式波形 C-46A 空中給油機の乗務員が、ブームの操作を担当する仕組みであるため、給油を受ける航空機側の負担は少なく、給油速度も速いことが、最大のメリットだと、ボーイング社は喧伝してきた。しかし、実際に波形 C-46A 空中給油機の、フライングブーム方式は、給油を受ける航空機がステルス機であった場合、その機体の表面にダメージを与える可能性があるとして、アメリカ空軍では、ステルス機への運用に制限を課している。2021年8月時点では、部分的に、この制限にも緩和が行われた模様だが、ステルス戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型への KC-46A 空中給油機からの給油は、アメリカ国内で実施される訓練、軍事演習に限られ、海外では認められていない。この KC-46A 空中給油機のフライングブーム方式の完全な対策が完了するのは2023年頃だと、予測されており、その間、アメリカ空軍の F-35 ライトニング 2A 型への空中給油には、旧型 KC-135、KC-10 等の機体が充当されるという。日本の航空自衛隊では、
まだ最新鋭の F-35 ライトニング 2A 型は、青森県の三沢基地にしか配備されていない上、アメリカ軍のように、自国外の空域にまで進出することは、ほとんどないので、影響は少ないことは救いかもしれない。ボーイング社が、KC-46A 空中給油機のセールスポイントとして第一に挙げていた通り、ベースの、ボーイング767旅客機は、全世界70カ国以上で、1060機以上も採用されているため、開発コストが低く抑えられると、当初は考えられていた。このため、ボーイング社は、アメリカ空軍との KC-46A 空中給油機の開発費の契約は、約5300億円の固定額で締結しており、先に挙げたステルス機の機体の表面に、ダメージを与える点などの回収には、すべて自前で、費用をひねり出している、状態である。アメリカ空軍側は、金額的な負担は、生じていないとはいえ、運用上の、深刻な問題に直面することになり、ボーイング社の回収を待つ状態が続いているが、すでに、ボーイング社は、固定契約額に、ほど近い約5000億円もの出費を行っているという。細かな問題点を含めれば、キリがないほど、複数の欠陥が指摘されている KC-46A 空中給油機だが、この埋め合わせに、ボーイング社が、他の同社の装備品に関する値上げ等の動きを見せないかどうか、少し気になる状況ではある。こんにちは。ナビゲーターの、東條朝香です。2019年10月、吉野彰氏は、リチウムイオン電池開発の功績が認められ、ノーベル化学賞を受賞しました。今や、携帯電話やスマートフォン、小型の電子機器のバッテリーとしてなくてはならないのが、リチウムイオン電池と言えるでしょう。生活の中に深く入り込んできたリチウムイオン電池ですが、大型の機械にも搭載されるようになりました。その一つが海上自衛隊の潜水艦です。2018年10月に進水した最新鋭潜水艦オウリュウは、世界で、最初にリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、搭載しましたこのオウリュウですが、今まで中心的な潜水艦だった双竜型の11番艦です。全長は 84.0M、幅は9.1M、高さ 10.3M。基準排水量は2950トンという巨大な潜水艦で、ここで潜水艦の歴史を振り返ってみますと、オウリュウ以前の通常動力型潜水艦は蓄電池として、鉛の蓄電池を使用していました。これは日本に限ったことではなく、潜水艦が作られて以来、
約1世紀の間世界中で鉛電池が用いられていたそうです。鉛電池は大型で重く寒さに弱いので極寒の地では使用が難しいなどの問題がありました。そこで登場したのがリチウムイオン電池だったのです。小型電子機器などとは全く大きさの異なる潜水艦の蓄電池にリチウムイオン電池を実用化させた GSU 朝社。鉛蓄電池国内シェア第1位の技術力の高さがよくわかりますね。スマートフォンなどの例ですが、リチウムイオン電池は発熱による発火の恐れがあるなど、安全面での課題があったため、高い性能には期待されながらも、なかなか火の目を見ない状態が続いていました。ところが、今回潜水艦オウリュウの新機軸としてついに、リチウムイオン電池を実装する運びとなったのです。ここが世界中から注目を集めている最大の理由でしょう。このオウリュウより前の操縦型潜水艦には浮上航行時に使い、要するディーゼルエンジンと鉛電池、そして AIP 非待機依存水、SMと呼ばれる3種類の動力源がありました。今回、リチウムイオン電池という高性能なエンジンを採用したことにより、水中航行に使用していた AIP を廃止することができたので、ディーゼルエンジンとの2つだけで運用ができるようになったのです。進化したということでしょう。AIP というエンジンは、通常動力型潜水艦の中では高性能なものでしたが、その優秀なエンジンでさえ必要なくなったというので画期的と言われているのです。鉛電池と比べた場合、リチウムイオン電池は同じ大きさでもその容量は4倍以上もあります。小型なのに中身はたっぷりといったところでしょうか？ここで置く場所が小さくなったことがわかりますね。なおかつ AIP をなくしたことによって、その分のスペースにも空いたので、蓄電池をもっと多く積めるようになりました。この結果、単純計算でも今までの鉛電池の2倍の量を積めることになったのです。そして、総計では8倍以上の電池容量が潜水艦内に保持可能になったと言われています。リチウムイオン電池のメリットはこれだけではありません。鉛電池に比べて8倍の容量を持つにもかかわらず、充電時間は同程度しかかからないということです。つまり、同じ時間で8倍の電気を蓄電できるようになったということで、時間の節約にも有効と言えましょう。リチウムイオン電池は、この圧倒的な電池容量のおかげで、水中は時速 14km で連続200時間もの航行が可能になりました。つまり、約 2800km の行動半径が実現できたということになります。この事実は、言うまでもなく通常動力型潜水艦としては世界最高水準ですし、この範囲内であれば原子力潜水艦にも匹敵すると言えるかもしれません。ちょっと余談になりますが、オーストラリア海軍は新しい潜水艦をフランスから購入すると決定していました。しかし、原子力潜水艦を通常動力型に変更するという仕様変更のためでしょうか。なかなか計画が進んでいないようです。実は、この購入は当初日本からという計画だったのですが、中国の横槍によってフランスに変えたという経緯があります。日本の高性能潜水艦オウリュウの完成によって、オーストラリアが再び日本から潜水艦調達へと考え直すかも、という可能性が一部では囁かれているようですが、政治的な絡みもあり、
難しいと思われます。なんせ、オーストラリア最大の貿易国が中国ですから、日本の影響力を弱めたい中国の意見は無視できないでしょう。アメリカは原子力潜水艦しか国内では建造していません。そのノウハウの乏しさのせいか、台湾へ通常動力型潜水艦を供給するという約束が、放具にされてしまったので、仕方なく台湾は自国での建造を目指すことになりました。アメリカも意外と技術力では高いレベルではないのだなと思われます。様々な情報を勘案すると、欧竜が現在、通常動力型潜水艦の技術の頂点にいるというのは、疑いようのない事実ではないでしょうか。今回の欧竜建造費は、公表によると約643億円です。直前の、総竜型10番艦である小竜の建造費が、513億円ですから、25% ほど増額したということです。というのは、これまでリチウムイオン電池の採用は実用化が難しく計画が遅れていたこともあったので、コスト面から負担増は避けられないことだったようですね。ここ最近、中国海軍は膨張を続けています。それに対して海上自衛隊が数で対抗しようと、艦艇を増強するというのは事実上不可能と言われます。数より質というわけでしょうか。欧竜がその性能をフルに活用して進化を発揮するのは、今までの潜水艦の倍以上もの広い行動範囲を得たことによって、南シナ海での中国海軍へプレッシャーを与えることだと思われます。欧竜以前の潜水艦でも、南シナ海で作戦行動を展開していたことは、すでに公表されています。この行動が中国海軍への抑止力としてかなり有効であることが、注目されていました。今回の欧竜は、今までの作戦行動をさらに進めて、従来のデフォルトの潜水艦作戦と言われる重要海域で敵を待ち伏せすることから、先行しながら南シナ海の全域を移動できるようになりました。欧竜の動きにより、中国海軍の行動が牽制できることになります。優秀な欧竜は、その場所を容易に悟らせることはありません。中国海軍覇王竜の位置を知ろうとして、南シナ海すべてに戦勝会を行わなければならなくなります。ということは、敵潜水艦の位置が判明できなければ、自分たちは艦艇を自由に移動させられないということを意味するのです。王竜は、中国海軍の首根っこを押さえたと言ってもいいでしょう。潜水艦最大の特徴であり、メリットである秘匿性を生かすことで、欧竜派洋上の護衛艦や P-1 哨戒機と連携することで、数では勝る中国海軍を封じ込めようとしているのです。欧竜のデータは国防に関わることなので公表はされていませんが、一説によると、搭乗員はわずか65名と言われています。その欧竜の存在が、中国海軍の対潜哨戒に400倍以上の人員を配置させる効果を生じさせると考えられています。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。自衛隊の F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機の開発計画が、アメリカと合同で進行しそうだという情報があるそうです。でも、これはあくまでも非公開情報なので、半信半疑ですよね。日本の自衛隊機なのに、合同開発する理由ですが、お互いの利益が、合致したというか、技術を交換することによって、それぞれの開発費が削減できるという見込みがあるからということです。やはり、何事にも、お金の問題が重要ですからね。とは言っても、F3 戦闘機計画を日本主導で進めるということは、閣議決定されています。やはり日本の戦闘機ですから、開発について日本がイニシアティブを取るのは当然の話でしょう。その前の F2 戦闘機の場合は少し違いました。アメリカの F16 を日本の使用に合わせて両国で改造開発したのが F2 でした。日本で使う戦闘機なのに共同でというのが引っかかったのでしょうね。それを踏まえて後継機となる F3 戦闘機については開発には日本製を前面に出していく予定と言われています。しかしアメリカの無人戦闘機の技術も非常に気にかかるというのは日本側としても同じです。アメリカはアメリカで日本の IHI プロトタイプジェットエンジン XF9 を気にしているようです。この XF9 が優秀なエンジンであると理解したのでしょう。では、今回の主役である XF9 エンジンの話を紹介します。今から2年前の2018年6月、日本の航空、軍事市場において忘れてはならない力説すべき出来事がありました。日本が長年切望していた、つまり悲願とも言うべき国産のジェットエンジンが完成したのです。そして、プロトタイプのたった一機とはいえ、開発メーカーの IHI 社、旧名、石川島播磨重工業から防衛装備庁に納入されました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれるもので、現在の国際スタンダードと比較しても、全く劣らない優れもの。いえ、それ以上でベストと称されるほどの優秀な航空機、戦闘機用のエンジンなのです。このエンジンは、カタログスペックでは、高い推力、推進力を実現しています。このカタログスペックというのは、製造した会社が公表している製品の所言やスペックのことです。要は自分たちが作ったものの詳細説明ということですから、欠点などは公表しないはずですから、その内容がいいことばかりで、完全無欠な製品であるといった説明になるだろうというのは簡単に推測できますね。しかし、この XF9-1 においては誇大広告ではないようです。つまり、
親のひいき目などでは決してなく、本当に素晴らしい、画期的なエンジンと、評判なのです。このプロトタイプの XF9 の1エンジンが、今回納入されたものですが、アフターバーナーを使用した場合の推力は、なんと15トンになるそうです。この数字は、アメリカの F-22 ラプターステルス戦闘機が採用している。F-119 エンジンの推力 15.9kg と比べてみても、決して負けない値です。というより、一説には、むしろ XF9 の1の方が勝っているとも言われています。比較対象として、同じアメリカのステルス戦闘機である。F-35 ライトニング2戦闘機について説明します。この機体に、搭載されている F-135 エンジンも優れていると言われているそうです。このエンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとされていて、XF9 の1エンジンは確かにそれより低いですね。しかし今回はまだ、プロトタイプです。初号機ですから、まだまだ改造、アップデートの余地があります。そう考えると、将来的には XF9 の1エンジンの性能向上が十分期待できますから、推力アップも可能性は大です。アフターバーナーについて解説しますが、このアフターバーナーとは、エンジンから放出される排気ガスに直接燃料を噴霧して燃料を追加して、もっと激しく燃焼させることで推進力を大きくするというシステムです。XF9 の1のエンジンは、このアフターバーナーがなくても、推力11トンという記録を出したそうです。ここで、改めて XF9 の1エンジンが、世界的に注目を集めたわけを、考えてみましょう。今までは日本の国産エンジンでは、このように一線級の卓越した性能を備えることは困難でした。しかし、多くの難題を解決した結果、このエンジンは世界に通用する優秀な性能を所持していることが実際に証明されました。そのおかげで、世界中の耳目を集めることになったのです。さて、現在活躍中の航空自衛隊 F2 戦闘機ですが、実は国産ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を基本として開発しようと、決定されたことがあるのです。どうしてアメリカの戦闘機を元にするんだ?という声が盛んに湧き上がったということでしたが、アメリカ製を選んだ理由の一つが、戦闘機に搭載するエンジンを日本では開発できないということだったのです。もちろん、アメリカに対する政治的な関係もあって、一つではない複雑な理由があったことと思われます。この決定に悔し涙を飲んだ技術者たちも多かったことでしょう。だからこそ、今の XF9 の1エンジンの快挙はリベンジを果たしたとも言えるのかもしれません。いよいよ日本での国産化エンジン開発に、目処がついたと言ってもいいでしょう。因果は巡ると言ったら大げさでしょうか。
現在自衛隊が活用中の F2 戦闘機ですが、この後継機である F3 戦闘機を日本だけの単独生産ではなく、アメリカと共同で開発するという予定らしいと言われています。しかし、F3 に使用する XF9 の1エンジンを日本だけで生産できるようになったのですから、選択肢が広がったという事実は、動かしようがありません。この XF9 の1エンジンは、戦闘機用エンジンに最重要とされる2つの要素を持っています。一つがサイズの小型化、二つ目が軽量化です。この二要素は必要不可欠とされています。それを持ち合わせて、しかも推力は15トン以上ですから、どのエンジンに比べても負けない素晴らしいものと言えるでしょう。では XF9 の1エンジンのデータを具体的に紹介しますね。サイズですが、前述の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが、長さ 5.16M、直径 1.168M に対して、こちらは、長さ 4.8M、直径 1M なので、ちょっと小さくなったようです。印象的にはコンパクトになったという感じを受けるのでは？エンジンに最も必要なのは、何と言っても、推力、昔の言い方なら、馬力でしょうか？ですから、それの大きいものを作りたいなら、エンジン自体を大きくすれば、思いのほか簡単に推力が上がるそうです。しかし、XF9 の1エンジンは小型なのに、推力が大きい強力な作りになっているという点が、最大のメリットと思われます。小さくても力持ちと、いうのは、日本昔話によく出てくるキャラクターではありますね。日本人好みなのかもしれません。現在の戦闘機においては、機関部を小さくすることが必須と言われています。なぜなら、個によって、戦闘機のステルス性が高くなりますし、爆弾、ミサイルなどのいわゆる兵装を、機体の中へ収容するのですが、積載量が増やせるようになるのです。言ってみれば、ステルス性能アップで戦闘能力が上がりますし、兵装量が増えるということは武器が増えることになりますから、一石二鳥の効果があります。仮にステルス戦闘機を国内で独自に開発するとしたら、このような兵装を収めるためのウェポン類、爆弾層という軍用機内に、あるミサイルや爆弾の収納スペース開発や設置のための技術的な問題解決などが必要になり、様々な課題と向き合うことになるでしょう。しかし、最大の関門と言われるエンジンの小型化をクリアしたわけ。ですから、将来的にも心強いと感じますね。2019年6月、航空見本市が開催されました。この席で、XF9 の1エンジンの推力変更ノズルを開発中であるという発表がありました。この発表によって、XF9 の1エンジン実用化に向けた準備が着々と進んでいるという実態が
強く印象付けられたことになります。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンの排気方向を変えることで、戦闘機の進行方向をコントロールする装置を言います。XF-9 の1エンジンは、ノズル式装置によって、最大角度20度以内で、機体調節ができるそうです。いいことずくめの XF-9 の1エンジンと思われますが、やはり心配なこともあります。ここまで開発が進んではいるのですが、次期 F3 戦闘機の着地点が未だに定まってはいないのです。ですから、せっかく日本独自で作った素晴らしいエンジンのプロトタイプがうまく活用してもらえないのではないか、という良くない推測もあるようです。ここで面白いというかびっくりすることをお教えしましょう。実は F3 戦闘機を当事者である日本より注目している、警戒している国があるという情報を得ました。しかも F3 戦闘機に関するニュースは非常に重要視しているようで、こっちから見れば、なんで、そんなにマジになってんの？と、若い人なら、言っちゃいそうなぐらいの真剣な議論を展開しているのです。その国とはどこか？お隣の韓国です。日本も韓国もアメリカの同盟国ですから、いざとなったら、例えば、対北朝鮮など協力することになっているはずですが、どうも不安を感じてしまうのは筆者だけではないでしょう。韓国は、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機開発を進めていることに、不安を感じているのか、警鐘を鳴らしています。エンジンは、確かに優れたものが用意されていますが、今後の展開が、どうなるのかわからないのが F3 戦闘機計画です。白紙状態とも言える。計画なのに、それほどまで気を回されているというのは、呆れてしまいますし、日本をこれほど過大評価してくれるのか、韓国は、と逆にいい方に受け取ってしまいそうでもあるし、くすぐったい気持ちにもなりそうです。しかし、戦闘機計画に目くじらを立てるほど、日本は何かあれば、即仮想敵国と韓国は捉えてしまうのか、今までの交流は、一体何だったんだと、悲観的な思いを感じします。1945年、昭和20年の太平洋戦争終結から、すでに70年以上が過ぎました。韓国は、婚の文化と言われます。日本への婚が、世界で日本より上の、立場を目指す熱意となり、また、対抗心をかきたてることになったのでしょう。外交関係も、今一つ良好ではない二国間です。日本の戦闘機開発に、張り合うつもりなのか、韓国でも、原潜や航空母艦配備へ向けた動きがあります。この隣国は、軍備をどこに向かわせようとしているのか、気がかりな状態が今後も続くと思われます。